ホスト安倍をめぐる動きが活発化しています。自民党の石破元幹事長は、自身の強みである地方を訪れ、政策をアピールしています。講演で石破氏は、自民党は国会を公正に運営し、政府を謙虚に機能させる政党だと強調しました。石破氏をめぐっては、公認を選ぶための両院議員総会での投開票が自身に不利になると見られていて、 周辺からは、今回は出馬を見送るべきだなどの声も聞こえてきています。一方、出馬に意欲を示す岸田政調会長は、これまでのところ都内の宿舎にこもり、今後の対応について側近らと協議しているとみられます。